Hello, this is、uh, Hiroshi Hayashi, and I say, change your viewpoints, then you see the world. 視点を変えよう。そうすれば世界が見えてくる。Hiroshi Hayashi and Satoshi Mori Moto, Japan.In Japanese, 視点を変えると世界の見方ががらりと変わります。これはフィルザーバードです。空から見ると巨大な 深淵が見えてきますすこれはナスカ平原です何が書いてあるか分かりませんが空から見ると無数の線が見えそしてそれぞれの線がそれぞれの世界の拠点へとつながっていますテ,ューティでーーですす太陽のピラミッドですその前の参道はまっすぐと寸部の狂いもなくモヘンジュダロの塔へとつながっています パレンケです。横から見るとただのピラミッドです。上から見るとはっきりとした目標物に見えます。バーガンです。ビマーナ、たくさんありますね、ビマーナが。そのビマーナも同じようにターゲットです。それからボロブドゥードです。横から見ると階段にしか見えませんが、空から見るとはっきりとしたターゲット模様が浮かび上がってきます。 アンコールワットもそうです。空から見ると四角いターゲットが見えてきます。大船量もそうですね。横から見るとただの池のように見えます。しかし空から見るとしっかりとした形が現れます。スフィンクスもそうです。確かにスフィンクスの像にはなっていますけども上から見ると明らかに方向指示としての役割を持っているのはわかります。 ピラミッドについてはももうう言ままでもありません明らかに空から見たそ,のそれが目的になっていますこの地球だってそうなんですね海を見ても何があるかどういう形になっているか分かりませんけども宇宙の遠くから見ればこういう形に見えますさらにその地球も太陽もそして空の星々も視点を遠くに移していますとこうした大銀河 となって、大学、銀河系になっているのがわかります。最近、宮古塚古墳っていうのは発見されました。石舞台のすぐ近くだそうです。この宮古塚古墳について、墓だ。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  はかだ。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 墓だ墓だ墓だ Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about a queen with a mask. I say, sort of a collection of facts is not archaeology. We have to weave a kind of logical theory Among ア from this fact, Here is one example I can show you what is the theory and what is the logical theory for ecology.In Japanese, これは血の下で発見された道具ですね。仮面の女王と呼ばれています。でこれが今回、まあ、国宝に指定されたということなんですね。でこのまあ これが仮面をかぶった女王であるならば縄文時代に女王がいたという証拠それから縄文時代に仮面があったという証拠を見せなければなりません、まあ、そういうことをさておいてどうして仮面の女王ということになるのでしょうか仮面があるいは三角形の仮面がですね今までに発掘されたということがあるのでしょうか今言いましたように縄文人は仮面を何かの理由のために使っていたのでしょうか すなわち、これらはただの事実の寄せ集めにしかすぎません大切なことはこうした事実から論理的な理論を引き出すことですではここで私は一つの例をお見せいたしましょうこれはパーティム・ナショナル・パークですねタイですこのパーティム・ナショナル・パークには奇妙な壁画がありますここに、 手の模様がいいいててることに注意してください手を置き、その上に何らかの方法で着色したわけですね。これと同じものが実はフランスのラスコーで見つかっているのです。同じものです。同じ色です。同じ書き方なんですね。これがラスコーで見つかった手の模様です。同じように手を置いて、同じような方法で、同じような色で そして数千年の時,時を流れを経て今に残っているわけでありますさらにありますこれはアルゼンチンにクエバデラマヌスていうんですかねにあるまあ谷ですけどもそこにも手の形が残っているんです手を置きそして同じように着色しているわけですねそしてこうした手の文様がザラザラっとあるわけですこれを偶然の一致というでしょうか もう一つを並べてみます。これがパーティアムです。タイです。東南アジアのタイです。これがラスコーフランスです。そしてこれが今言いましたアルゼンチンのクワエバ・デ・ラ・マノスです。比べてみてください。これを皆さんはただの偶然と言うでしょうかまあいいでしょう。では次にこれはラスコーの 今お見せしましまたフランスの壁でですす有名ですねこれと同じものがタッシルルナジールにサハラのタッシルナジールにあるんですもしまあ見慣れた方はこれ区別できますけどもそうでない方にはこの絵を区別することはできないと思いますこれがラスコーの壁画ですね壁画ですねそしてこれがタッシルナジエルの壁画です さらによく似た図が見つかっているんですよ。それは後でお見せしますけども、バババハパハっていうんですかね、パハっていうんですけども、メキシコのカルフォルニア半島で見つかっております。もう一度これを比べてみましょう。もう一度タイの、タイへ戻っています。これがパーテムの洞窟ですね。先ほど言いました、ここにこの絵が残っているんですね。 で、この絵を中深く見てください。頭が三角形になってますね。パーティムケー部です。パーティムっていうんですかね、日本語では。頭が三角形です。みんな仮面をかぶってるんでしょうか。さあ、これがホーリーゴーストですね。何度も取り上げてきました。アメリカ、USA の北部ですね。ホーリーゴーストです。これがパーティムの 壁画です。これがホーリーゴーストです。やはり同じ手法で同じように描かれてるんですね。多少もあの形っていうか絵は違いますけどもこれも偶然なんでしょうかさあ今度はこれはあの地座地理にあるまあ何て言すか私は落書きだと思ったんですけどもこれ石であの石大きな、まあ、3 0ンチから4 0ンチに石を置いて作った絵なんですよ。描いた絵なんですよ。 さあ、ここに犬の絵がありますね。まあ、犬かキツネか何で見いですけども、まあ、犬というとすぐにあのクレームがついてくるんですね。まあいいです。こういうものがあります。これが,下が右の下がホーリーゴーストです。反転していますと同じだということにお気,お気づきになると思います。なあち、チリとアメリカの北部と同じに同じ絵があるということなんですね。これも偶然なんでしょうか。もう一度タイのパーティムに戻っています。先ほど言いましたように、ここには 三角形の頭をした人間が描かれています。これがパーティムですね。さあ、ここに注目してください。さあ、これが先ほどの長野県の茅野市で、まあ、今度国宝に示さ指定される、まあ、指定された土偶なんですね。仮面だそうです。女王だそうです。 さあ、比べてみてください。百文は一件にしかす。Saying is blaming. これも偶然なんでしょうかさらにまだ続きます。これはバハです。パハですかね。メキシコのパハの壁画です。これがラスコーの壁画です。区別がつきますか私には区別がつきませんね。 これがペルーの竹原って言うんですけど、あのスペリング分かりませんでしたから竹原と書いてきます。パパ竹原の壁画です。これも偶然でしょうか皆さん、区別はつきますかさあ、これが泳ぐ人ですね。タシール・ナジエルの有名な泳ぐ人です。この泳ぐ人を見てください。足に注目してください。足ということは脚、脚ですね。足に注目してください。これを立ててみます。 いいですか丸い頭でしょチノ市の,あのこの土偶ですね横から見ると頭丸いんですよ。足を見てください。太いでしょこれも偶然なんでしょうか明らかにパワースーツを着けるてるいうことなんですね。まあこの仮面をかぶった女王がですね仮面、女王はい。それがいかに まあおかしなネーミングであるか、この続くビデオを見ていただけると分かります。要するに、これらからですね、論理的な理論、論理を、いわゆるそのロジカルな論理を引き出すということなんです。では、私の論理的な理論をお見せしましょう。これがパーティムです。タイですね。これは、グーグルアソージパーティムで引いたところから点を取りました。茅野市も町の中心部ですね、これは。 に点を取りました。google でそのままの地点を取りました。場所が分かりませんでしたから、google で取った地点です。今度はパハです。カリフォルニア半島にあるまあ、メキシコですよ。ここはあのカルメ、あの,カあのパ,パ,パハです。そして今度は先ほど言いました。地上絵で有名まあ、有名とか、これ私初めてあの自分で発見した時は自分で発見したと思ったんですけど、そうはありませんでした。けども、これが稚魚です。線でつないでいます。これらはべて。 ていうかほぼ一直線上にあるんですね。これが私の理論です。すなわち、こうした図はですね、明らかにこうして空を、宙を自由に飛ぶことができた人によって、指導され書かれたということなんです。もっと言いますと、人間は見たものを作り、見たものを書いたのです。これが私の理論です。 これはもう偶然ではありません。繰り返します。人間は自分の目で見たものを書き、自分の目で見たものを作ったのです。遊びやお祭りやそういったもののために作ったのではありません。未来の私たちのような人間のために懸命にその記録を残そうとしたのです。続くビデオを見てくださればそれがわかります。これが私の理論です。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masedi Japan. I can show you conclusive evidence that aliens were here in Japan in Jomon period.、えー、今日は皆さんに縄文時代にエイリアンが日本へやってきたという決定的な証拠をお見せいたします。東京に住んでいらっしゃいますタカさんという方がですね、2枚写真を送ってくれました。 これは私にとっては大変衝撃的な写真でした今までの謎と謎をまさにつなぐ写真だったんですねこの2枚の写真ですこれが前から見た土偶の姿これが後ろから見た土偶の姿です私はこの写真を見たときに息を、うん、なんて言いますかね息が 止まりましたねなぜならばこれと同じものをですね私は先日山梨県の井戸尻博物館で見たからですこれは甲府の山梨県立博物館で見た道具なんですね ABC としておきますこの C は3本指ですそして鱗がありますね並べていますこれが A と B ですね 背中を見てください。同じですね。もうどう同じか、皆さんもう説明が必要ないと思います。b の方は土器ということになっております。左の方は土偶ですね。土器で土器になってるんですよ。そして今の a の表の方を見てください。で、右の方は甲府の山梨県立博物館にある道具です。 片隅でますか陳列台の中の片隅の方にひっそりと置かれておりました同じですねすなわち、えー、タカさんが送って下さった写真はですねこれら土具土器の謎といいますか間をつないでしまったんですこれ A の正面図と背面図ですねそして B の背面図同じですねそして C の顔 A と C の顔は同じですね。もう一度よく皆さん確かめてください。これで三者がつながりました。ということはこれらはエイリアンだということなんです。三本指のエイリアンです。井戸尻高校館ではですね、カエルと説明しておりますが、もうカエルでないことはこれで明らかです。カエルではありませんよ。で これに一番近いエイリアンというとシュメールのエイリアンです。肩幅を今見てくださったと通りなんです。続くビデオはもうなんて言いますか決定的にな言いますかもうこれでドグはですねエイリアンであるという決定的な、まあ、証拠になると思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan. Today's story is about aliens who came to Kofu, Nagano, Japan. In Japanese, 私とワイフはおととい、長野県の小渕沢というところに行ってきました。八ヶ岳山麓のとてもあの素晴らしい場所でしたけども、そこにああのまあ、立派なと言いますか、驚くようなまあ博物館がありました。その博物館へあの今、 中央左側にいらっしゃる白山先生として右にいらっしゃる佐久間,先生佐久間さんの案内であの回ることができました、えー。博物館の中で大変になってますからいろんなあの発見をいたしました。これが井戸尻高校館の前にある縄文人の、まあ、復元遺跡といいますかねそういうものなんですね。でそこにはこうしたあ土器といいますかあ土具といいますかねあの土器の上にこの飾りがついている。 ということから、まあ、土器というか土偶というべきなのか迷いますけどもこういうものがたくさんありましたあの驚きましたですね本当にこのって言いますか宝の方向を見つけた見たようなそうなんて言いますかね驚きと感動を覚えました、えー、素晴らしい博物館でしたあの本当にあのこ,れこれだけのものがあるのかと思うぐらい、えー、縄文のね、あのー、はいえっ、ー、とまあ話を戻しますけどもこれらみんなエイリアンです あのその証拠をこれからゆっくりと皆さんにお見せしたいと思います。えー、これはエイリアンですね。間違いなくエイリアンです。まあ、顔が似てるとか似てないとかそういうあのレベルの話じゃありませんのでもう少し辛抱,辛抱してくださいね。あのそれをこれからあの証拠を添えて皆さんに納得がいくように話したいと思います。えー ちょっとこれは見にくいんですけども、顔らしきものがあって、頭にこうポコンポコンポコンと何か乗ってますね。これなんか三角の頭で、そしてこの服がですね、あのこう非常にこうなってますか、モダンアート的で、ちょっとわかりにくいんですけども、あのこれはあのそういうものだろうと思うんですよ。これ顔ですね。でこの、この土器って言いますか、土器の特徴は、眉毛がね、ボコンボコンとこう曲がってるところですね。で、目の縁にこうなってますか、あのー、 マスクというかそういうのをつけているような感じがしますね。で、麺が釣り上がってますけども、あのいくら日本人麺が釣り上がっていると言っても、ここまでは釣り上がってませんからね、あとで縄文人の復元図もあの紹介いたします。で、こうしたその土器土偶がですね、数,数多くあのこの辺りでは、八ヶ岳周辺では見つかっているんですね。甲府はあの縄文銀座と言われているぐらい縄文人の人口が多かったことで知られています。 で私はもちろん縄文人でありませんよとこれらの時は話していますあのまあ、右側がね縄文人のあの復元図ですけどもあ明らかに違いますねでこれだけ見てるとわからないんですけどももう一つね八の家博物館というところがあるんです八の部にありますで私がいた時たまたま月曜日でしてねあの 調べていけばよかったんですが入りませんでしたで代わりにですねこれがあの八の日の駅のあ構内の下の観光館観光案内所に飾ってありましたレプリカなんですけどもその写真それからあのエアーキを売ってましたのでね右はこれエハンーキですあのそれをこうあの 転写させていたただきましたで左側が函館であの見つかったやっぱりあの道具なんですけどもこの両者は同じものですね。それはあの別々の場所で別々の人が作ったからあの形は違いますけども基本的な最大公約数的なコンセプトは同じです。下が井戸尻です。で、前の上がポコンポコンとなっていってますか何て言うんですかね。それからあのあの耳飾りってことよくありますけど耳飾りじゃないですね。これはあくまでもあのイヤホンというか。 ですよねそれからあの生命時装置のようなものがあの上の,上の右の鉢の辺のようについてますね鼻の下に。で井戸尻、井戸尻のこの三角の頭は非常によく似てるということにちょっと注目してくださいね。あの井戸尻のこの土偶とそれから鉢の辺の道具偶頭が大変よく似てますね。まあそれだけじゃないんですよ。 あのあのその程度のことであのこ,れこの井戸尻の土偶がエイリアンだと言ってるわけじゃありませんこれは山梨の県立高校博物館ですあ先日あの,の山の能登さんの紹介であのあの案内していただいてましてここ行ってきましたでこれがそこで見つけた土偶なんですけどもこの土偶にちょっと注目してみてください片隅にひっそりと置かれておりました本来ならこれ中央に置いてもはずいいはずの土偶なんですけどもね でこの土偶、まあ、そのあの写真もそうなんですよ、パチパチと撮って、その時はそれほど注意しなかったんですけどね、後で見たら大変なもんだということが分かったんですよ。この,あのあ山梨県立博物館に、考古博物館にあるその土偶とですね、これ、甲府ですけどね、甲府市内、東西から井戸尻の、えー、土偶と比べてみますと、これはまあ同,じとい同じものですね。これを違うという方うがおかしいですね。 でまた同じあのコンセプトというかみんな同じなんですね。前がポコンポコンと目がつり上がって、口があって。で、ということなんですね。頭が少し三角で、あのまあ説明は必要ないと思います。井戸尻の土偶と、それから山梨県立甲府の、ね、土偶が同じであると。でこれはまあ明らかに100%エイリアンですね。どこで見るか。まず指を見てくださいね。指は3本で3本ですね。 レプタリアンの特徴です。それから、あの全身が鱗に覆われてますね。あのー、はい。ということで、まあ、というか、これが物証なんですね。物的証拠なんですよ、皆さん。あのー、三本指ですよね。で、これを違うというか、あ言われてもう証拠の出しようがないですね。いわゆるスリーフィンガーズだということなんです。それで、このレプタリアンというのは、どんな種族かという,かもう想像左は想像図ですけどね。 あの知的な、まあ、爬虫類型人間と言われているもの、ね、同じね同じこの像,像はもっとシュメールの像それからあの法隆寺にも同じ像がありますからねでこの鱗を見てくださるとあのいわゆる同じコンセプトで作ってやるということですねで目がくるんくるんとしているところ目がつり上がっているところそれからあの口が裂けてるところね裂けてるというかあ法隆寺の像もそれからシュメールの像も非常に大きく口が裂けてますね あのこれがあのの兵であの見つけたといいますかこれ見た時は驚きましたね私はひっくり返るほど驚きましたそしてこの背中を見ていただきたいんですあーごめんなさい手を見ていただきたいんですこれね手をね組んでますから皆さんも手を組んでみてください指をそうすると10本になるんですね5本対5本でということはこれはですねこのエイリアンは3分指だということになるんですよね6本でしょだからあの3分指 これがですね、皆さん、同じものがあマヤ、メキシコのアステカで見つかったんです。これはごく最近見つかったんですよ。地下洞窟の中から発掘されました。そしてですね、同じ像が2体、同じように発掘されたんですね。で陳列パシャンは同じということは同じところで発掘されたと見ているわけです。これらは非常によく似ているんですねで。下が今いました、アステカで見つかった像ですで。これからあの,八の日の像。 あの皆さんに見ていただきます。これはそうですけども、左右を入れ替わってますけど、上が八の部屋、下が前のアステカ、数千キロ離れてるところでですね同じものが見つかったというとこ,ろにところに注目してください。しかも、両者とも3人が三角座りしてますね。右、左は入れ替わっています。そしてこの指を見てください。6本、合計6本ということは3本ずつだということなんです。3本指なんですよ。 そして、八戸の土偶もやはり三本指なんです。これは国宝になりましたですね。で、頭をね、もう一端の方を頭を見てくださるとわかりますが、三角の突起物が3つついてますねで。目のコンセプト、作るコンセプトは同じでしょてそれから鼻口同じですね。これは同じと見ますね。じゃあ、井戸尻はどうかというと、井戸尻ではこれを変えるというふうに教えていただきました。なるほど、変えるにも見えなくはないです。 しかしなぜ変えるかという根拠がまあ中国のまあ話になってますけどもその中国の,その伝説は縄文時代でも新しいわけですからね順序があべこべなんです。これが変えるって私だった大きな疑問を付けさせていただきます。で、これがなぜ変えるかというと指が3本だからだというんですね。しかし指が3本なのは何もここだけの話じゃないんです。 あの甲府の博物館それから八戸の博物館それから前アステガの博物館とつなげてみるとそれがわかりますね左が井戸尻そして右が甲府ということになりますそして八戸これが八戸の土偶ですねそして同じものがあ函館でも見つかりましたそしてさらに、えー、同じものがですね アステカメキシコでも最近発掘されましたこれはニュースサイトからですね動画を,からあの動画をあの写真撮ってあの私があの資料としたものですもしあなたが私のことをねあの疑ってらっしたんならじゃあもう一つねあの証拠を皆さんにここでお見せいたします、えー、これが八戸の土偶ですね でこの土偶はですね、実は宇宙服を着たエイリアンなんですね。比較してみると簡単にわかるんです。あの明らかにエイリアン、こうる宇宙服のコンセプトですね。ヘルメットが取り外しできるようになっているし、腕輪をつけているしって、もう違うところがないぐらい同じなんですよ。これ不思議なことにね。さらにこの胸のポッチがありますが、これはあの小さい突起物があるから若い女性っていうふうにね、あの考古学の先生方は考え,られ考えていらっしゃるんですけど、これ女性でも何でもないんですよ。 右の宇宙,宇宙服を着た人間も同じようなものをつけていますこれはあの八戸の考古学の資料ですね元資料ですそれに もうあのそれいただいてきましたそれでこれに色を塗るとこうなるんですこれ色を塗ったは私ですけど赤い紅柄のあのカスが残ってたということで赤い色をしてたということなんですね赤はもちろん最も目立つ色なんですねでそれに対してどう説明してあるかというと安山祈願をしているまあ、天を仰ぎ石不乱に力のかかく深く祈るようにす祈る若い女性の姿像であるというわけですね でまあ、これがどうしてあの宇宙復活どうしてこれ証拠になるかというとです、ね、実はこの背中を見ていただきたいんです。この土偶の背中を見ますとです、ね、あの井戸尻にある土器の,あのいわゆる製作コンセプトが同じだということなんです。 制作コンセプトってことはですね、いわゆる要するにまあ、なてていますか、デザイン、デザインが同じだということですね、まあ。もちろんあの服,服にもいろいろあったでしょうから。ということは、右の井戸尻のこの土偶はですね、明らかにエイリアンが、宇宙服を着たエイリアンの背中の部分だってことなんです。ちょっと見比べていただくと分かるんですけども、これをですね、今からいやいや3500年から4000年前のね、あの 縄文人が独自のアアイデアでそしてオリジナルに考えたとはととても思われませんねというのは、あの横の文化との連続性がありませんので、じゃあこれは何かと言いますと、当然、先ほど言いましたように、えー、宇宙服を着た宇宙人を背中から見た姿なんですね。いわゆる宇宙服だということなんです。そうすると皆さん頭がないとおっしゃるでしょ。あるんですね。同じところから同じように発掘された、これがそうなんです。 これちょうど私、目測ですけども、あの博物館の中であの測ってみましたら、スポッと入る大きさなんですね。ですから、その時にも気がつきましたんですけども、まああのはい、あのスポッと入る。でただあの、あのぐるっと回った状態で入っているわけじゃないもんで、ちょうど頭、後ろ向きについているって私たちの振り返っているというふうに考えておだせればいいですね。でもう少しわかりやすくしましょう。これはあの今言ったその土器の展開図のようなものですね。それに先ほどの頭を乗せてみます。 で頭を乗せるとこういうふうになるんですね。実にうまく収まるんですね。肩があり手があり頭があると。ただし、えー、これ実は逆さまなんですね。こういうふうに飾ってあったんですけどもこれはあの逆さまなんですよ。逆さまにしてみるともっとうまく収まるんですよ。やってみましょうか。よいしょっとこう逆さまにするんです。そうするともっとこう何て言いますか顔らしくなりますね。そしてマスクをつけた。 で、髪の毛というか、それから生命持装置、いろんな装置をつけた頭がここに現れる。髪の毛かもしれませんね。出てくるわけです。それをもう一度頭の上に、あ先ほどの土器の上に乗せています。だからこれ2つで一体になっていたと私は考えています。まあ、驚きましたね。あのそれ、分かったときには、あの分かったというか、博物館でね、おおっていう声をね、本当に上げてしまいました。あー、あのー、 はい。ということで、あの、タイダごめんなさい、あのー、佐久間さん、それから白山先生どうもありがとうございました。あのー、大変有意義で、もっとすごい謎が解けましたけれども、それはまた今度次の機会に報告いたします。Uh, thank you very much for watching and goodbye。白山先生それから佐久間さん、どうもありがとうございました。Hello, this is Hiroshihaya s h i h a m a m a c e d Japan. 縄文人はただの縄文人ではありませんでしたということを今日話したいと思いますこれは縄文人が作った、まあ、土器ですけども大変複雑な形をしています これは山梨県で発掘された縄文土器ですけれども、そ、え、り、ー、遺跡ですね、えー。ここにまあこの展開図があります。展開図は縄文新書ホームページさんより拝借いたしました、えー。これが展開図なんですね。で、これを見たときにやはり私は驚きました。これほどまでに精緻で複雑であったのかと、まあ、展開図してみるとよくわかるんですね。 で、この2本の線がある。そしてここに模様がありますね。私はここに着目してどこかで見たような気がして探してみました。ありましたね。パレンケのある王様のまあ、おお棺の上の蓋で蓋なんですけども、これここに同じようなマークがあるんですね。で、並べてみると非常によく似てるのがわかるんです。いわゆるコンセプトいわゆるその作るなってますかね。基本的なコンセプトが同じだということですね。上が縄文で下が、パレンケです。え、2本ずつこう線が入って、その間にこの文字らしくものが入ってるってことなんですね。 これは偶然の1でしょうか。でもう一つあるんですけどもここにこう,こうなってますかあの枠で囲んで文字を書くっていう感じですね。これもやはりこのマヤの,の文字のコンセプトと似てるんですね。でここのあるのが仮に文字だとするならばってことですけどもずっとこう文字として拾ってみます。確かに文字らしいですね。ただの模様というよりもこんなところに模様を書くわけはないでしょう。何か意味あることを書いたんでしょうね。 ととなるとこれ文字ということになってくる文字と、いうこととになってくるとまあね、世界最古の文字ということにもなりかねないわけですね。で、もう一つ私は気づいたことがあります。ここに奇妙なマークがあります。このマーク、花のマークとも違うんですね。二つずつていうか、くるんくるんとこう、なってますか、円を描いているという感じですね。で、これは、あの、えー、 演算子で見見つつかかっったた模模様様ででですすね演算のこの、えー、2つの模様を比べてみますとこれがまあコンセプト同じというか同じというか実によく似てるんですね。でこのマークどこかで見たことがあるということで私はなかなか思い出せなかったんですけども森本聡さ,さんに頼みましたら見つけてくださいました。 ここにカリカカカリリカというのがあるんですねで考えてみれば私あのこのマークねマヤ,の文マヤ文明のあちこちで見たことがあるんですよでまあそれはマヤ文明のマークかなと思ったんですけどもいざ今度逆に探してみようと思うとこれ大変なんですねでやっとこう宗本さんに頼んでえ見つけていただきましたがこのマークと同じなんですねで並べてみるとよくわかるんです どうして縄文あの土器にのあのついているマークがですね、マヤにもあるかということなんです。皆さんもなぜかということをお考えになると思いますよ。で、左が縄文、右がカリカ遺跡のマークです。コンセプトは同じですね。で、これはただ単なる偶然かというとそうでもないんです。 これはオハイオ考古学研究所というところを発行している、まあ、雑誌の,あの絵なんですけどもこれはメキシコの浴衣半島の下の方ですね縄文土器が見つかっているという報告書なんです。 1か所あの、えーと、ボルネオデシかどっか行ったのは、あれはあの間違いだということは分かっております。間違いということは、あのシールロを、ね、ハワイで取り違えて、それで同じようにしたということです。これはオ,オハイオー,アークアイコロジーセンターに、ね、出ているんです。で、この中でどんなことを言っているかというとです、ね、今からまあ5000年前にです、ね、あの日本人がです、ね、海を渡ってそっちへ行ったんだと。 あの前の方へ南アメリカ北アメリカの,あの南部ですね行ったんだということが書いてあります。でまあバルディビアバルディビアのそのにもその土器が残っていてそのバルディビアにとそのなんて言いますか制作方法が同じということはバルディビアの方が縄文の影響を受けているってことを言っているんです。 いいですかここが重要なんですよ。バルディビアから縄文行ったんじゃなくて縄文の形式、縄文の方が先ですから、時代的にあの。縄文の方が先で、バルディビアにも同じものがあるということなんですね。どうしてこんなところにあるかですけども、今度、別のです、ねえー、カール・ヒュー・ージョーンズという人の、ね、論文によりますと、あのこ,こ,にあのこれも論文ですけどもあの、ここの部分にあるんですね。 でこの部分に何てあるかというとです、ね、大変興味深いことが書いてあるんです。どういうことかというと、ね、バルディビアのメーカーたちは、ね、ポットの作る人たちはです、ねあの、太平洋を越えてあの日本からです、ね、あの,の技術を入れていると、そしてこの漁船が、ねえー、8000マイルも越えてです、ね、海を越えてエクアドルのバルディビアへやってきたことになっていると。 こんな後悔は不可能に思えるかもしれないけどもね、何世代もそこに住んできた,とこと人,た人たちのことを思えば不可能ではないと、まあ、そういうようなあの結論で書いてありますけどもね。でもう一つこう奇妙なマークが、これはあの偶然の位置かもしれませんけど、これエジプトのまあ神殿であちこちで見られる何でもないマークです。皆さんもご覧になったことがあいます。これはまあ一種の食則要因なのか何か分かりませんけども、こうした器具を持っているんですね。 でこれと同じものがやっぱり縄文土器の中にもあるんですよね。まあ、これはまあ私も偶然かなというのは、エジプトとね、縄文土器と結びつけるものが今のところ見つかってませんのであの、偶然かなと思うんですけども、わかりませんよね、それは。空を自由に飛ぶことができる人にとっては何でもないことですから。まあ、ともかくもこの関係だけで、この絵だけでね、エジプト文明と関係づくりてできませんが、ただね、前のユカタン半島でこんなね、土偶が見つかっているんです。これ最近見つかったんですね。 でこの土偶とですねあの、日本にある土偶とが、ね、似てるということを私は、まあ、発見したわけであります。でこのそ,のそれと同じように並んでる、まあ、これもう一つの道具があるんですね。同じ場所に陳列してあるということは、おそらく同じ時期に同じ場所で発掘されたというふうに考えるのが、まあ、合理的ですね。あのまあ、同じまあ陳列体といいますかで。これは日本の八戸で見つかった土偶なんです。 でこれは合唱道具という名前についてますが、合唱なんかしてるんじゃないですよ。あの若い女性が安産を記念して、天に向かって熱心に祈る姿、秀作であるなんてね、考古学者の作文にはそう書いてありますけれども、そういうのをこじつけっていうんですよ。皆さんあ、あちらの方は私のことをこじつけと言っておりますけれども、私はそう,いうそういうのをこじつけというんですよ。 まあど,ちどちらが正しいか、まあ、やがてわかると思いますけども、あのこれがその左にこの,あの道具がありますね。で、これがまあ並べていますと、まあ、座り方が同じということだけじゃないってか、まあなます、やっぱりコンセプトなんですね。長い手ただ、の顔の形が、ね、左の方は異様に細いですね。というようなことで、まあ、あの同じものを見つけたんですけども、これ今回はこれが目的じゃなくて、こちらの方なんですね。 私このど、この、八戸行った時、に、右の方はですね、なんでもない道具だというふうに思ったんですね。というのは、先ほどの宇宙服を着てましたから。で、こちらの方は、ただ、何でもないと思ったんですけども、顔を比較しますと、よく似てるんですね。これがまた、3つの尖った先を持っているわけですね、頭に。で、これは偶然かということなんですよね。いわゆる、その、八戸で見つかった土偶と、それから、あー 浴衣タン半島で、左のが浴衣タン半島で見つかった道具ですけども、よく似てる。これは偶然かってことです。右の方は衣服を着てるのかもしれませんし、左の方は衣服を脱いでるのかもしれません。もうともかくも、このユカタン半島で最近見つかった道具はですね、えー、なんて言いますか、日本の道具と並べ方はちょうど逆になってますけども、よく似てるんですね、配置,の配置というか。まあ、ひょっとしたら左が奥さんで、右が旦那さんかなというのは、まあ、そんな風にも考えたりしますけどもね。 分かりませんそれは。で、ユカタン半島。そして、このユカタン半島から八戸山まで線引きますとですねちょうどですね北海道をかすめて、そして八戸ジャパンあの線へ行くんですね。ちょうどあの北海道の方から入るんですよ。で、1万1000キロ離れていると。で、これも偶然かということなんです。これは今度は船の設定は説明はつかないですね。あのだって、あのー。 先ほどのはね黒潮に乗ってあの南アメリカの海岸にたどり着いたというような説明がしてありましたけど今度はそういうわけにはいきませんね。まあ、要するにこの何て言うかあの日本の縄文時代というのはただの時代ではないんだということをこれで皆さんも分かっていただけたと思うんです。 あの縄文、日本がですねむしろあの中心となって、え時代的に、ね、見てもですよあの南,タイ南アメリカ、南北アメリカ行き、下の方ではオーストラリアまであー行って、アボリジニーニに,になっていると。まあ、アボリジニーニの1派ですけどねあのああの、オーストラリアで僕私が学んだ範囲では4派、あのアボリジニーっというのはアジア大陸から渡ってきているんですけども、その1派がどうも縄文人でなかったかと私はあくまでも推察しております。そこで大事なことはですね、 皆さんは自分の常識を変えるということですね。これはあのあの森本さんが教えてくださったんですが、日本ではこれをコ入れとなっております。コーです。まあ、これは日本人の発想ですね。ここが貧弱だというんです。逆さまにしますとこういうのになるんですね。皆さんこれ見てどう思いますか ?Hello, I am an alien! 私はエイリアンだなんて、ね、言っているように思いますね。まあ皆さんも常識を変えて、そしてまあ 新しい世界を一緒に見られたらいいんじゃないかと思います。自分の常識を変えるということは恐ろしいことです。勇気がいることです。しかし、その常識を変えると世界の謎がどんどんと解けていきますよ。そして、皆さんの世界観がぐーんと広がりますよ。楽しいですよ。まあ、こういうふうに縄文人というのはあちこちで拠点を作りながら、多関太平洋で文明を築いていったと。そういうふうに考えられるわけです。Thank you very much for watching。どうか次の番組あ、ビデオを見てください。Bye Hello, this is Hiroshihaya Shihama m a r c e d e Japan.Today's story is about a flock and a whale.Aliens and Space Suit.In s Japanese, 道具について考えています。私たち日本人は井戸の中のカエルではないかということです。私たちは道具についてですね、えー、これはまあ日本で発掘されているわけですけども、 宗教的な目的であるとか、あるいは医,医療用のね、いわゆるジなりのためであるとかってことが言われております。3000年から3500年前に作られたんですね。しかし重要なことはですね、目を開き、そして私たちがですね、そ,のそれが間違っていたということをですね、認める勇気を持つことだと思います。あるいは私たちはこのままずっとですね、井戸の中のカエ,カエルとして小さな島に住むつもりなのでしょうか。 たまたま私がアフリカを調べていたときのことですね、ここなんですけども、えー、トゥーケというのか、トゥー,ーというのか、わかりませんけども、チャド,に、ね、チャドのこの,山,の山というか、砂漠の真ん中にですね、えー、奇妙な、まあ、ラインピクチャーズを、ラインピクチャーズというか、ウォールピクチャーズを見つけました。壁ですね。まあ、こんなところなんですね。以前はあの、なんて言いますか、 この地域だけは砂漠の中でも肥沃な土地だったと言われております。まあ、そこの,この洞窟の中にですね、こうした絵が見つかったわけであります。で、まあ、まあ、この絵は割とよく知られている絵ですね。えー、その中の一枚にですね、えーまあ、奇妙な絵を見つけたわけでありますけども、 まあこの左上の人も奇妙言ってもすねこの人なんですねでこの人なんですけどもこれをこの人を見たときにです、ね、私はあの、まあこのまこ足の太さにもちろん驚きましたですけども足が太いですねで腰が異常あの異様に細くて足が太いとでこれはあのタシリ・ナジェールのあの有名な泳ぐ人と呼ばれています。 空をこう泳いでいるように見えるわけですねで。この人も足が太いんですね。あの異様に太いんです。で腰がふ細いってで。同じ人がです、ね、函館にいるんですね。函館のこれはあの左の方は函館で見つかった道具ですけども、やはりこう足が異様に太いですね。で腰が細いと。 でこの右の方は八戸で見つかった、ごく最近見つかった土偶なんですけども、非常によく似ているというか、あの網,目網,網目というか、ね、網目模様があるんですけど、同じなんですね。で基本的にはあの形、顔は同じなんですね、まあ。その比較は続くビデオの中で詳しく紹介いたしますが、あの同じなんです。そしてこの土偶ですね。 こ今までに私たちは土偶と言ってよく知られている道具なんですけども基本的な、うん、衣服のパターンは同じなんですねということは古代人たちはですねあの自由なデザインで作ったというよりも何,何かをまあ残そうとした強力なインパクトがあったということがこれで推察できるわけですまあ,あのこれは今右の絵はですねアタカムの 近くっていっても8 0 0ロぐらい離れてますけどそこの地上絵で,の地上絵です。まあ、こういうふうに足がこうガニ股で開いている。まあ、明らかにこうパワースーツといいますかね、あの地球を歩くためのなんて言いますかあの歩行 補助装置を持っているということなんですね。そして同じように足が太いということなんです。で、これは本当に泳ぐ人なんでしょうか皆さん。そう思いますそうじゃなくて、私は空を飛んでいる人のように見えますね。で、まあ、この2人を比べてみますと、同じように足が太いわけですね。で、これは本当に人間なんでしょうかという意味なんです。指があの先ほどちょっと紹介し、あの忘れましたけど、6本あることもちょっと覚えておいてくださいね。後であので参考になります。で、これは本当に泳ぐ人なんでしょうか これは本当にただの落書きなんでしょうかこれは本当に宗教的な目的のためもあるいはその医療のねまじなのためのもの人形だったのでしょうかもう一度皆さん私たちの常識を疑いと同時に間違いを改める勇気を持つべきだと思います。ででないいと私たちはいつまでも、 Thank you very much for watching and see you next time. Hello. This is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today, I would like to talk about another alien in space suit. Uh, I found this uh, photograph uh, in a book, but the clay figure was found in Hakodate, Hokkaido, Japan. So, I'd like to talk about another alien in space food here on this occasion. Thank you very much for watching.In Japanese, 皆さんこんにちは。もう一体函館に、まあ、この前、八戸で見た道具とそっくりなのを見つけました。それを今日報告し、それを比較し、共にエイリアン、宇宙服を着たエイリアンであることを証明いたします。Japan Island ですね。そして 下がが八でで上が函館です距離は1 5 4キロですけども日本で1 5 4キロというとかなりあのあのなんて言いますか遠方感を感じますね、まあ、外国的に見れば1 5 4キロなんて何でもないというふうに見るんですけどそれは車社会の影響ですよこれが函館、えー、古代文明ですけど正式の名前はですね函館市,市縄文文化交流センターというだそうですでこの写真がたくさんあるんですけどもはっきりずっ まあこれがまあもう一つの一体の今度は立像ですねエイリアン立像でスタンディングエイリアンですねそしてこの像がですね先日ああの問題にします函館やなかったごめんなさい八戸の、えー、エイリアンスペ宇宙服を着たエイリアンとそっくりなんですねでそれでまあ比較してみることにしました今日の物語はその物語です、えー いろいろ言われておりますけども、すべて私のオリジナルのアイデアです。流行東洋店員はお断りします。これがあのスペースフーツを着た函館の,のエイリアンです。土偶ということになっているわけですね。まあ、順番に、まあ、今見ていただいておりますけども、まあ、驚きましたね。この布のあ布というか繊維製のあ衣服の網目の模様まで同じというところがですね、もうこれは普通ではありませんね。 あの彼らがあの想像力を働かせて作った道具とはもう意味が違うわけです。でこれをまあ両者比較してみますとまず顔の部分から比較してみましょう目あ頭のようにもア,ンテナアンテナらしきものがあるというのはこれみんな共通してるんですけどここにラインがあるんですね。 でこれはアンテナに伸びる線じゃないかと思うんです。で、耳の上にこういったあのシェードみたいなのがついてる鼻、呼吸器ですね。で、目の周りはこれ、あの後で伸びますけども、ゴーグルのようであって、これは生命維持装置じゃないかと思うんです。この,あの衣服を着けたんで手段じゃ食事が取れませんから、ここからその食あの植物を入れたり、あるいはそういった方法で使ったんじゃないでしょうか。首は取り外しができるようになってるんですね。これは現在の宇宙服とないです、ね。で、ここにパワースーツらしき、いわゆるパワーアシスティッド装置がついてるわけですね。でこれ いいですか、考古学者の皆さん。これはあの生命持装置につなぐ、まあ、あノズルですね。そして、体が非常にこうスレンダーであることに注意してください。もう一枚、ね、写真と重ねてみ,てみると分かりますね。で右の方が蜂の部ですけど、やっぱりスレンダーでしょう。と同時に肩幅が、ね、非常に、いってますか、異常に広いんですね、これ、2倍以上あるんですね。で、これはあのあのー、シュメールの宇宙人と言いますか、爬虫類型宇宙人と言われてますけどもあの、やっぱり肩幅が広いんですよね。 で首の周り、それから形、基本的な形は同じなんですね。で、端の辺の方は、よりといるかうか、歯応えとも丸いああ円形の靴ですねあの。靴など日本人には日本人は履いてませんでしたからね、あの姫子の時代にたら靴なんてものはなかったんですから、それからこれは3500年前ですからね。それでまあ 彼らはですね、見たものを作ったわけですね、その当時のこの日本弾道に住んでいた人たちはですね、見たものを作ったんです。そして、後世に何かを残そうとしたんですね、その強力なインパクトがあったからこそ、こういうものを作ったわけですね。そして、同じもの、類似系と言いますが最大公約的に同じものを作ったということはですね、あのやっぱりあの彼らが見たから作ったわけですね。あの芸術家があの想像力を働かせて作ったとっいうのと訳が違うわけです。 ということで、まあ、今日は函館の,あの宇宙人を見ましたもう一つ興味あるものをお見せしましょう。これもあの函館で見つかったんだそうですけども、これはまあこういった飾り物ということになっているんです,けどですけどね、これよく見てくださいね、これ。私、これ見て、まず気がついたのは、これ逆さまじゃないかと思うんです。でまあ逆さまにしてみますと、謎の解きましたですね、下から噴煙を剥げて飛び出している、まさに宇宙船なんですね、これ。 あのわかりますかこれあの。炎の表現の仕方があが南アメリカのですねあの、マヤ人、インカ人の表現方法と酷似してますね。そしてこれはまさに私たちが現在 UFO と呼んでいる宇宙船ではないかと思うんです。Thank you very much for watching and see you again next time。それから次の号はですね、あの全部日本語版にしておきましたので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。 Hello, this is Hiroshima City Japan.An alien in space suit.In Japanese, みなさん、こんにちは。こんな土偶が八戸市で見つかりました。誰が見ても、どこから見ても、これは間違いなく宇宙服を着たエイリアンです。オーパーツのレベルをはるかに超えております。 そのことはこれからおいおい説明することにいたしますがこれがまあ皆さん土偶ですけども他の土偶とはもう今まで見られてきた土偶とは一線を画しますこれがなんと青森県内で3番目に国宝に指定されているんですねつまりお墨付き偽物ではないということですしかし皆さんこれが 土偶だと思いますが3,500年前の日本人がこんな衣服を着ていたというよりも想像、まあ、するにしてもですね想像もつかないような、まあ、いわゆるバイオスーツを着ているわけですね。で同じような土偶がもう一体あります。類似点がたくさんあります。まあ、よく見ると例えば素材の違いなども細かく表現してあります。 頭のなんて言いますか、ね、アンテナ部分でしょうか、これは生命自装置でしょうか、目のゴーグルですね、それから、まあ、この素材の違いですね、ここなんかこう金属製の素材、膝には膝当て、そしてここはあの、まあ、いわゆる新素材の繊維っぽい炭素せ、ね、繊維的なもの、そして丸い靴、これを見てですね、日本の考古学者はこれは若い女の子だと説明しています。ここに これがあるからです。感心しますね。そして公式の報告書は次のように説明しています。安産祈願に関わる考え方の一つに、赤ちゃんを産む時の姿勢、これ赤ちゃんを産む時の姿勢だそうです。そしてまあ彼女はですね、天を仰ぎ、一心不乱に力の限り深く祈る様子が伝わる土偶の終作ですと。 まあ、ウン,ン祈願を願ってですね。手に向かって一心不乱に、まあ、祈っている土偶の秀作だそうです。あなたはこの意見に賛成しますか。皆さん、こんにちは。日本語版です。えー、ビデオ三百七十五です、えー。このビデオはですね、あの、発表以来、大変な反響を呼んでおります。まあ、理由は皆さん見られ。 見られればわかると思いますけども宇宙服を着たエイリアンです。で先にも、えー、申し上げましたけど、これはあの,はあの本当はですねあのキリストの墓を見に行こうということで八戸行ったんですけど、その時にですね八戸のまあ、駅の下にあります観光家のところでですねこの像を見つけたわけであります。で風張遺跡で見つかった土偶だということなんですよね。でままあ、驚いいたというか、まあ 土偶ということになってますけど、まあ、私たちが持っている先入観で持っている土,土偶はですね学校で習った当時のものでして、えー、祭りのために使ったであるとか、あるいはその何かこう治療のね、じないのために使ったものであるとかというのは説明が一般的になされておりましたし、まあ、土偶というのは確かに形がね、あのまあ 人間らしからぬ形ということだけで、まあ、あの私たちは先入観、いわゆる常識を作ってしまったわけであります。しかし、まあ、この道具はです、ね、そうした今まで見慣れてきた道具とは一線を画すものですね。しかし、よく見ると、サーブは同じなんですけどもね、ね同じなんですけどもど一線を画していると。 あののまさに人間の形をしているわけでですよねで現在、これは先ほども言いましたように国宝として認定されておりますで。これはレプリカだったんですね、八戸駅の駅に。私、まあびっくりしまして、そしてあの2度見に行ったんですけど、帰りにはですねわざわざこの陳列ーを動かしていただきまして、背中からの写真もあの手に入れることができ,できました。 あの加害の方が大変優しい方で親切な方でですねあの動かしてくれましてわざわざそして背中から写真を撮れたんだけどということを説明しましたらあのいいですよということで撮らせていただきましたんだけど背中見てわかるようにこれはもう明らかにあの宇宙服、まあ、もっと言うとあの専門家の人がね1人あのメールくれましたけどこれはねあの NASA でも開発してるアップ 空気で、ね、圧力をかけたその宇宙服ではなくて、バイオスーツであるとです、ね、すなわち外の,、ね、あの気圧に応じて、自動的にこのなんてますか服を、ね、あの伸縮させて、あ人間の,その体,体を守る、あいわゆるそのバイオスーツであるということをあのではないかというふうな意見もいただきました。 なるほどその通りなんでして、でこれはまあ今、この写真は実際の写真です。あのその日ね、あの日曜日に行きまして、月曜日に行こうと思ったら、月曜日はその休館日でしてね、それでまああの会えなくまあ諦めまして、それでは、まあ、写真をね、あの今日は休みですよって言われまして、それで、まあはんは今日2枚だけ、あの2枚しかありませんでしたけども、2枚買いまして、そして皆さんにこれを紹介してるわけであります。 でこれがまあ,あの土偶、土偶、土偶、道具まあ、確かに土偶は土偶ですよね、確かにあの土で作った人形です。しかし、それはあので第一ま前、あまあまあ、申し上げましたけど、あの古代のねその日本人にこれラどのデザイン力があったかどうかということ大体こんな服を着てませんでしたから、あ卑弥呼の時代ですからです、ね、布を巻いて、布をかぶせて、そしてひもで溶いただけのあの。 シーソーになってますから、簡単な衣服だったんですよ。それが3500年前にこんなものがあったってことですよね。これはまさにこのパワースーツというか、あのこういう力をねあの、補助する装置があると。で、驚いたのは、この,、まあ、このボタンがあることもしたボタンが発明されたのに一体いつなのかかるかという問題もありますけどね。ボタンなのか、ジッパーなのか、チャックなのか、それ知りませんけども、とにかくこうした、ここなんです。今のところ、今とこ見てください。あれ、金がついてるみたいなんですよ。あの留め具の。左の一番下ですね。で、でもこう、いのところも盛り上がってると。 そしてあの、鼻のところからね、あのよく見ると、あの線紐が伸びてるでしょ。いわゆるまさに生命維持装置なんですよね。この鼻、口の上から線が横にすすっと伸びてますね。生命維持装置。だから、これはドグミの頭に、このアンテナらしいものが通信機らしいものが頭についてるんですよね。で、口からは、その、なんて言いますか、あの、 まあ後で説明しますけどこの首もねこれあの取り外しができるようになっているわけです肩もこのようなあワーのなって言いますかパワー補助装置いわゆるパワーアセスティテディバイスがついているわけですねで金属と言いますかあの金属部分といわゆるに今でいう私たちに炭素繊維に近いもんじゃないかと思うんですけどもそういったその素材の違いまでこう表現しているわけですねそれで関節部にはあの金属製のような部品あの ものが使ってあるそれかかから金属どうかしませんよあのしかし素材が違うんですね。この編み目なんですね。この編み目もあとでもう一つ紹介しますけども、あのもう一体の方にもこの編み目があの編み込んであるんですよね。ですからこれを参考にすれば、あのバイオスーツの基本的な折り方までわかるんじゃないでしょうか。あの古代の人たちはこれを見たんですね。見たからこそ、あるいはあの懸命になってそれをかくあの未来に残そうとして、私たちに今に伝えているわけであります。ただた お祭りのためらであるとかね、あるいはただ子どもたちが作るようなね、空想上の人形ではないということですよね。あのそんなもののためにこれほどの努力はいたしません。そうでしょあなたならそんなことしますかあのやはり見た、ものすごい強烈なインパクトを受けたんですね。 あの私があの27、8年前に見た UFO、あの強烈なインパクトが今の現在の私の原動力になっていると、それと同じ、ね、ことなんですね。ここにも書いてあります,ありますように、基本的な、いす、ま、から3500年から3000年前にもう作られたものであると、これはあの公,公式の記録によるものなんですね。で実際のこの,この像とです、ね、現在、私たちが使っている宇宙服とを比較してみますと、非常に類似点が多いことに気がつくわけです。で肩のところが盛り上がっていますね。で関節部というのは非常に難しいんですよね、宇宙服の場合は。 あの動きがありますか、他のところは、ね、ただあの円筒形に作っていけばいいんでしょうけど、あの関節部は非常に難しいわけですね。で、ここの腕のところ、それからあの、この肩の、ね、付け根のところ、やっぱり動きを取れるようにしなくちゃいけませんからね。で、ここの素材の違いなんかも表現、本、ま、当、あ、ほんとこれ偶然なのか、本当に、この首のところもこう取り外しができるようになってるわけですね。で、関節部の、やはりここで苦労してるわけですね。そして靴、丸い靴をして履いてますね、道具の方は。 あの足,が足の形が違ったんでしょうか、それと顔の,の周辺を見てくださいね、そして顔の周辺を見ますと、これがまさにガスマスクなんですね、どうしてガスマスクをつけていたかということは、もう地球の大気にこのエイリアンたちが合わなかったんですね。 で鼻の下にね、あのパイプが映ってますね。生命維持装置の一部じゃないかと思ってます。ここからの、まあ、なんかね食、食事のようなものを流し込んだり、あるいはその、まあ、空気は口でやればいいわけですから、ここにはエアパイプなのか食事パイプなのかしませんけどね、ここからの食べ物を流し込んでた可能性があるわけですね。あのこれあの、ガスマスクつけては食事はできませんのでね。ですから鼻から通してたという可能性も十分あるわけです。そしてこれがね、考古学者はおっぱいだっていうんですよね。 まあだからこれ女性だっていうんです。暗算を記念する女性だっていうんですよね。本当にそうでしょうか、皆さん。常識でものは考えてほしいですね、えー。もう少し私なら不器かな胸を作りますけれども、まあ,あのこれがあのエイリアンだっていう、さ、ま、ら、あ、にの証拠にもでは、まあ、証拠力弱いですから、証拠を見せお見せしたいと思いますが、私この指に気がついたんですよね。でまあ、指に気がついた、まあ、これが、あの 私は指に気いたあのあ今までずっと述べていることは林漆のオリジナルですからね、これも私のオリジナルですけども、あの指に気が付いたんです。この指がですね6本あることに気が付いたんです。皆さんよく数えてみてください。6本あるでしょ ?1、2、3で、4、5、6と。6本ありますね。でこの6 6本王がですね、もう少し確認するために、まあ、あのこの時はあのそれほど強く意識しなかったんですけども、いろんな角度から撮った写真の中にですね、6本指にはっきり写っている写真が何枚かあったんですよね。これがそうなんです。1、2、3、4、6本あるでしょ。で、さらにもう1枚出てきたんですね。で、私、これはあの、何枚か,かずっと撮っていた写真の中に入ってたんですけど、やっぱり6本指だっこと分かりますね。 で3本指ずつを組み合わせたのかなと思ったんですけど、そうではなくて、他の写真も6本になってるんですね。6本ということは、あの似たような後で紹介するかな、あの写真も6本になってます。で、グレーなんで、これはあの、のエリア51区であのあの、ロズウェイで墜落したあのえあの UFO の中から取り出されたあの死体なんですけど、最近これがあのリークされてきてるんですね。もう死ぬ間際にああの、まあのまそ か,かかりの人が、ね、撮っておいた写真を、まあ、漏らしているわけですね。そういった写真がどんどん今、あのリークされておりますで指。足の指を見ると3本なんですね。でこれはあのフェイクの写真かというと、これはちょっと怪しいんですけども、まあ、半々というところですね。半々の写真だと思います。あの背景の軍人の。でこれは、ね、あのロゼルに陳列されているあのレプリカ模型ですね。しかし、この指に注目してみてくださいね。ロゼルの,あの陳列下にあるこの指もです、ね、実は6本なんです。 ね、やはりこのロズルでね、見た人たちの証言をですね、一生懸命集めた人がいて、そしてそれに基づいて、こうしたレプ,リカを作ってレプリカを作ったんでしょうね。あの先生より、この一番右の黒いのは影ですから、指は6本です、すそれに対して何て言ってるかというと、まあ、例に言うと例のごとくですね、考古学者の先生徒は何て言ってるかというと、 公式の記録によれば間違えたっていうんです。間違えたっていうんですよ。幼稚園児だって間違いませんよ。あのまあ、年中時はちょっと怪しいですけど、年中時ぐらいになりますとね、あの指を書いてごらんって言って、手を書いてごらんと5本指書きますから。皆さんだってそうでしょ仮に間違えて6本書いたとしてもですよ、次の絵を描いている途中で、あ間違えたって決して,決して直すでしょそれをですねこ、これほどまでの道具を作りながらですよ、間違えた。ってそれに間違いに気がつかないまま最後まで仕上げたというところが不自然なんです。ですから、これはあのまあ、 まあはっきり言えば、私はこれ、エイリアンだというのがあのこじつけなのか、それとも、六本指を間違えたという方がね、こじつけなのか、その辺の判断、皆さんご自身でなさってください。どちらの方が正当性があるかということなんですよね。わかりますかここにこ、なんて言いますか、彼らはあの私のことをですねこじつけ、こじつけだとおっしゃってますけれども、私はですね、彼らの方がこじつけの集まり、塊だと思いますね。そしてそこにある事実を認めようともしないわけですよね。どうして認めないんでしょうか。 まあこれはあの女性系だと思いますけどもあの同じこれはあの日本で見つかっているんですねやっぱりあの青森県で見つかっている道具だということが分かってきましたでこれがですねあのこの道具もやっぱり6本意味なんですよねよくまあ、よく見ると6本かなっていう感じの6本なんでちょっとあの怪しげなんですけどもあのこれも6本意味なんですねそしてこれがあの風リ遺跡で見つかったこのこの風リですねあここ行けなかったのでとっても残念ですあのー ここで見つかって、追われた状態、壊れた状態で見つかったそうです。で、矢刃刃のような状態で今あ陳列してあるそうです。ということで、青森、えー、ワイフと言ってきまして、その報告になりますけども、続くビデオ、動画をご覧ください。どうもありがとうございました。 Hello. は誰が見ても宇宇宙宙服を着た宇宙人ですどうしてこんな簡単なことを考古学者の先生たちは 認めないのでしょうか最重であるとか病気を治すためのまじないであるとかというようなとんでもないまあ理由をこじつけておられますけども誰が見てもこれは宇宇宙宙服を着た宇宙人で,ありますでないというならばそうでないという理由をしっかりと挙げていただきたいと思うのであります。 しかもこれらは3000年から3,500年前に作られたというのですね当時の日本人がこれほど何て言いますかデザイン的に現代的な衣服を着ていたとは思われませんで地球をやってきたエイリアンたちが最も困るのは明るさなんですね 暗い宇宙を航行してますから、夜でも昼のように見ることができますが、しかし昼間は明るすぎるんですね。目がやられてしまいます。それから気圧、それから温度ですね。この2つも非常に問題ですね。暑すぎたかもしれません。あるいは空大気の薄すぎたかもしれません。わかりませんが、とにかく気圧と気温ですね。 それからもちろん太陽から降り注ぐ放射線ですねこれも大きな問題でしたまともに当たったら皮膚に弱いエイデアンたちは肌が焼けてしまったかもしれませんそれから地球上にある病気の原因ですね病原菌ですねこれも大きな問題でしたしかし最も深刻な問題は重力だったんですね 宇宙を航行しているあれは宇宙に住み慣れているエリアにとってはですよ地球が持つ重力というのはですねまあ普通ならばそのままでは歩けないわけですね地球上のものを一つ持ち上げることもできなかっただろうと思います筋肉がもうそのようになえてしまっているわけですねで彼らはパワースーツを必要としたわけであります、まあ、パワースーツというのはですね パワーーアススツとも言いますね現在これは人間の世界でも大変広く今応用と言いますかあの進んでいますね科学が。でこれはあの八戸で発掘された道具ですけどこれは他の道具とは一線を画しますね。明らかに宇宙服です。でないというのは何かということなんですね。まあ、これら今れら紹介するのは 現在使われているパワースースツですこのパワースーツを身につけることによってですね大変重いものでも軽く持ち上げることができますし足の不自由な方も自由に歩くことができるようになるわけであります。まあそのこの女性なんかはあの平気役ってか軽々とバーベルを持ち上げております荷物を持ち上げてていますすこれれらはべ現在実用化されています。 まあこうしてまあ軍事用に使うまあパワースーツもありますし医療現場で使われているパワースーツもあります目的はいろいろありますけれどもこうしたパワースーツが必要だったわけですねそこで道具をもう一度よく見てください不自然に足が大きいですね明らかにパワースーツパワースーツのあーを着ているということです腕もそうですね まあこの腕と足それから首のあんま目はね遮光というようにしてあの光を遮ったわけですね昼間はあの薄い線細い線を通して見てたということなんですねですから当初地球をやってきたまああのエイリアンたちは応急的にこういった装置を作ったんでしょうねでその後このこれ八戸であの発掘されたあの道具ですけどもこれなんかはもうはるかに進歩した あるいはあのパワースタイになってますか宇宙服を着てますねがしかし日本の考古学者の先生たちはこれらの事実を認めようとしないんですね頑固なんですね一体この保守主義というのはどこから来るのでしょうかこれが私にとっては大変大きな謎であります皆さんはこの謎すなわちこの保守主義の謎をどのようにお考えになるでしょうか もう一度、道具をよく見てください。非常にユニークな形をしていますよ。大変ユニークな形をしていますが、基本的な部分は同じなんですね。これに対して基本的な部分は忠実に原型を守ったという意見もありますが、これだけデザイン的にですね、まあ、飛んでるという言い方はじゃおかしいかもしれませんが、飛んでるデザインを作りながらもですよ、基本的な部分は同じなんですよ。ということは、古代の日本人は何かを私たち、 時の流れを越えてですね何千年も超えて私たちに伝えようとしているんですね。あれ伝えようとしたんですね。ですから基本的な形は同じなんですね。まあ、めちゃくちゃと言いますか、それぞれの創造性でこう,こうなってますか作者の個性によって自由に作ったというんじゃないんです。何かを私たちに伝えようとしているからこそ、こうして基本的な部分は変わっていないということなんです。頭のアンテナ、首の付け根、 これは取り外しができるようにしたんでしょうかそれから調整器具でしょうかこれはあの NASA の宇宙飛行士もこの2つつけてますね。そしてこの何てますか取り外しできるそ,れはそしてパワースーツですね。まさにパワースーツなんですよ。細いまあ歩けないような人もこれを着ることによって地上を自由に歩くことができたわけです。まあその古代の日本人の 気持ちになって考えてみる必要があるのではないでしょうか ?Thank you very muchHello, this is Hiroshihayashi Hamamas City Japan.This is a story about aliens with six fingers.In j a p a n e s e 六本指のエイリアンについての話です。少し前、八戸、青森県の八戸でこんな道具を見てきました。この道具は六本の指を持っています。 公式の説明書によれば作る人が間違えたということになっておりますけれども間違えるはずはありません。これだけのものを作る過程で当然気がつくはずです。また幼稚園児でも年長児でもですね人間の手を描か,かせて6本指の人間を描く子どもはいません。ですから、あの 古代の人がです、ね、今から3,500年前の人がです、ね、この道具を作るにあたって間違えたということはありえません。これはロズウェルで墜落したあー UFO の中からあ取り出されたあのエイリアンの死,死体ですね。でこれはあの現在もうあの全世界にリークされております。あの抑,えて抑えられるものじゃないんですね。 で写真を撮った人がこうして、まあ、世界に少しずつリークし始めているわけであります。まあ、その中の1枚がですねこれ中国の方から出てきたんですけどもあの指がですね、まあ、3本までは数えられるんですね。そして今度は反対側から4、4、5まであるんですけどもう1本あるように思うんですよね。 すなわち6本、どちらかが6本だということになるわけです。そして同じロズウェルの、えー、UFO の残骸の中から、こんなコントロールパネルらしきものが見つかりました。おそらく私たち人間が使っているキーボードに近いものではないかと思います。この,このキーボードといいますかね、コントロールパネルの指も6本なんですね。すなわちエイリアン、グレータイプの、まあ、特にエイリアンはですね、6本指であったということが、これでまあ、 確実ではありませんけれども、ほぼ証明できたんじゃないかなと思います。続くビデオをどうかご覧ください。なおこのビデオはあの発表以来大変なあの先制書なあのアクセス数を計あのカウントしております。そういう意味で皆さんにぜひもう一度見ていただいただきたいと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, h a m a m a t y Japan. This is a story about スペースシップエクスカベーティデン・カーフ、ジャパン。In Japanese, 皆さん、こんにちは。今日は甲府で見つかりました宇宙船の話をいたします。ここは山梨県立高校,学高校博物館です。縄文時代、今から1万3000年ほど前から2300年ぐらいまでの間の長い期間を言うんですけども、その間にですね、こうした宇宙船が、あの模型がですねあの、見つかっています。 古墳あの甲府というところは何百という古墳があるんですけどもねその中でも100いくつかがまああの興奮ということで認定されております、まあ、これがですね宇宙船の模型なんですねで、まあ、これ大変よくできたあの模型でしてあのこういう形をしているわけですまあ大パーツなってもんじゃないですね明らかに宇宙船です <noise> 決してあの、えー、都合のいい3つを選んだわけじゃなくて、これら3つがです、ね、結構大きいんですね、えー、7、80センチ、1メートル前後あるんじゃないでしょうか、高さがね、それらが3つまとまって見つかってるんですね。で、これらをですね、あのまあ、あのなぜ宇宙船かという理由は、これからあの少しずつ皆さんに説明したいと思いますけれども、彼らはです、ね、見たものを作ったんですね、いわゆるその自分たちの記憶をそのしっかりと残すために作ったんですよね。 いわゆる、なんて言いますか、想像性で、想像で頭の中で、ね、空想して作ったわけでもない。なぜならば、頭が丸いですね。ああのー、いわゆるその 空気抵抗力を減らすため、そしてここが燃料タンクで、一番上はコックピットですね。そしてここがノズル、いわゆる着陸台ですかね、あの着陸ギアですね。で、これはあのエイリアンのスペースクラフトの中でも古典的なものに属するわけです。もっと言いますと別のエイリアンですね。今私たちが u f o と言っているのは別のあの乗り物です。で、これはあの今現在のロケットと比べてみたときに形が非常によく似ているのがお分かりになると思います。そして、まあこういう、なんて言いますか、あの、 ランンディングギアがついてるんですねで、まあ、こうして比較してみますとこう、現在の私たちが言う宇宙船と非常によく似ているが。同時にです、ね、この3つはです、ね、バラバラのものではなくて、それぞれストーリーがーー連続性を持っているんですね。あの上から1、2、3と。ですから、例えばこの潮の山に着陸するときはですね、ギーゴーと出てきて着陸ギアをガッと開いて着陸したわけです。これは3つをこの同時に表していたわけであります。 でこの宇宙船がですねあの、まあ、今もう一度あのこの宇宙船の形を皆さんにあのどういうふうにギアを開くかということをちょっとあの、えー、写真を合成してみました。 でこれらがですね、まあまあ、前も今言いましたように、彼らは見たものを作ったということなんです。それが強い動機となって、こういうものと,となって残ったわけですねあの。基本的にはものすごい強い動機、動機いわゆるインパクトがないといけないんですね。その証拠をお見せいたします。ここにあの宇,宙船宇宙人が着ていたと思われるその宇宙服の模型があるんですね。 あの同じ博物館の中に中が空洞ですそしてあの小八方にこうなっか穴が開いておりましてそうちょうど被るようにしてあの着るようになってるんですね口の前のところがいわ,いわゆる呼吸器系ですねで横からあの精密装置のなものを通していたとでこれ手がないままさにこの何て言いますかパワースーツのような付け方をしてあるわけでありますまあこれをな、あのー これが宇宙服でなかったら何になるかということなんですよね。そしてさらにここに証拠2ですけども、これはあの宇宙服を着たあの宇宙人ですね。あの明らかにあの。口のところに生命持装置をつ,いてつけていますね。でこれはあの 他の、例えば今までの見つかった道具、あの青森で見つかった道具と比べてみると、これは右の方は八戸辺で見つかった道具ですけども、同じように生命時装置をつけているということですよね。そして目のところは射光性といいますか、光を弱くするために、このますか、なて細くしてあるわけですよね。で、これは射光器道具とも一致しているわけです。 こうしてあの、まあ、上の前前のところがグリングリンと、ね、丸くなっているところもあのチュー注意してくださいね。そして、胸のところにポチンポチンとしてになっていますか、やっぱり洗面所装置がついていますね。これは、ね、気圧装置であるとか、宇宙服特有の、なってますかあのー、装置ですね。 3つ目の証拠はですね、このこのもう一つというか、もう変わった、実に奇妙な道具もあの発見されているんです。この皮膚を見てください。うろこ状でしょまさにこの爬虫類的,的なあの皮膚をしている。そして指が3本だということですね。この3本指についてはもう何度も申し上げましたけども、マヤ、インカの神様も指が3本でした。3フィンガーズですね。3本の指です。 そして足の指を数えてみてください。これ7本にも見えるんですけど、ね、一番左の方も入れちゃうと6本なんですよね。6本ってことは、今までも何度も出てきましたけども、グレーなんか、あのロズウェンのグレーの足の指は6本ですよね。ということで、これは明らかに人間じゃないで、まああの。間違いかというと間違えるはずがないんですね。これだけの人形を作る過程においてですね、幼稚園にとって間違いませんよ。それから、こんな靴まで見つかっています。これも証拠の一つですね。 人間,に人間が靴を履くようになったり、長靴ですね、まさに。宇宙服,宇宙宇宙服に着けるような長靴あのも発掘されているんです。これはあの穴が開いていて、長靴なんですよ。私は見てきました。でこの今回この、私を案内してくださった方はです、ね、野戸貞ださんでしたかね。あのさだ人と書いて、ごめんなさい。でこれはですね、さんが発見なさったものです。 私ではありませんのぞさんがこれを見に来いというまあようなメールをいただきましたので行ってまいりました。これはまさにあ目を見てください。縦線が入っていますでしょ。で、のぞさんがおっしゃるには縦線の入っている土偶はあの全国広しというどもここしかないんだと。まさにこれはグレーの目ですね。で、グレーの目は黒いのはあれはあのサンシェルターフィルターをかけてるからなんですよ。口見てくださいね。ということで、のぞさんのおかげで私とワイフはですね、あの大変無駄なくてますか。あの 何ですかあのノースさんの丁寧なあの案内で甲府の街を回ることができました。さあ、皆さん、もう一度これは訪ねてみてください。これはただ単なる水差しだと思いますかあるいはそれともこれは宇宙船だと思いますかそれは皆さんのご判断にお任せしますけれども、これが水,水差したという方が無理があるんですよね。 まああのもう一度簡単に説明しますと、ここがみ中か山です、そしてここが浦雲山ですね、あのエイリアンの基地です。これはあのナスカに10本以上の線がありますからね、あの非常に重要なあのエイリアンの、今でも基地だと確信しています。で、この途中に真っ直線上に富士山があるんですよね、そしてそのやや上に甲府盆地があって、そこに、これが真ん中が中央部が甲府です。 でこの甲府の,今の赤い点のところにです、ね、東日本最大級と言われている前方後円墳、いわゆる着陸台があるんですね。で私たちが行ってきたのは今日,今日紹介したのはあのここの山梨考古学博物館です。県立考古博物館となっていますあの。野田さん、本当にありがとうございました。よく歩いたもんですから3日分の運動はしたと思います。 Uh, thank you very much uh, for watching and see you again next time. Bye. hello this is hiroshi hayashi Hamama City, japan and this is a story about a flock and a well. Uh, quite recently in the yucatan peninsula uh, several of, uh, clay figures uh, were excavated uh, and uh, two of them are very similar to those uh, also excavated in hachinohe in japan in japan uh, minasan, konnichiwa. これがあのユカタン半島で最近発掘されましたあわゆる道具ですね。でこのまあそしてこの道具2つがですね、まあまあ、陳列にはペアで並んでるみたいな雰囲気ですね。ということはまあ同時に同一場所で発見されたということを意味するわけです。でこの2つの土偶がですね 実は青森県の八戸で、えー、発掘された土偶そっくりなんですね。まあ、当時私はこちらの道具ばかりに注目しておりましたけど、その左側の道具ですね。にもまあ今日は注目してみてください。えー、この2つの土偶、まあ、これは八戸の、まああのー、郊外で発掘されました。でこの左側の土偶なんです。で私はこの土偶はです、ねまあ、小さいし、まあ、宇宙服を着ているというふうには見えなかったんですけども、そうではないということが。 まままああわかったわけであります、まあ、ともかくまああのこの2つの道具、これは八の辺の道具ですね。そして浴衣半島でマヤ文明のま遺、あ、物といいますかあの、として見つかったこの道具を2つを比べていますあ。日本の道具はですね、明らかにヘルメットをかぶっていますね。で左側のマヤの道具はヘルメットをかぶってませんね。ポーズが非常によく似ていると。まあポーズがよく似ているだけでですね、まああの同じ性を あの見るってことはできませんけどもう一つの道具なんですね、問題は今日は。こちらの,あの左の方がマヤ、右の方が八の兵で見つかった道具です。であのどういうわけだかねあの陳列してある道具っていうのは、あの陳列あの、考古学的には全然意味のないライティングなんですよね。わざとこう、なんて言いますか、スポットライトを当てて、あのなんて言いますかいや、どこでもそうですけどね、あのしてますけども。 何か違うんじゃないでしょうかね、目的が。まあ、ともかくこの2つの道具を、えー、比較してみますと、このあ恐,恐ろしくこう類似点が多いのに驚くわけであります。えー、マヤの道具とそれからハチのの道具です。で、これらが2つがですね、もっと驚くべきことにですね、同時に、まあ、同じような場所で見つかったということなんですよね。まあ、マヤの方はそれは断定できませんけども、同じ陳列帯に同じ場所に飾ってあると。八ハチの方は明らかに同じ場所で同じように見つかっているということなんですね。 まあこういうその世界的な規模で考えていくと。でこれがあのユカタン半島ですね。そして前文明です。それから八戸のジャパンですね。その間の距離は1万1千キロ、一万一千六キロ以上あるんですね。ということで、あのまあ、今日はあの2つの文,なってますか、ね、文明というか、あの共通点を。 あの上げていました。まあ、だけどはっきり言います。日本の考古学者の発想は貧弱ですね。恐ろしく貧弱です。あのそれはあのこれから続くビデオを見ていただけると分かっていますけども、あのもう少しこう発想豊かに世界の歴史をあー流れめたらいいんじゃないかと思います。でないとあー私たち日本人はですねいつまでも胃の中の川ずと言いますか。 で終わってしまうのではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.Hello, this is Hiroshihayashi Hamama City Japan.Today's story is about a flock and a whale.Aliens and space suit.In s Japanese, 道具について考えています。私たち日本人は井戸の中のカエルではないかということです。 私たちは道具についてですね、えー、これはまあ日本で発掘されているわけですけれども、宗教的な目的であるとか、あるいは医,医療用の、ね、いわゆるマジなりのためであるとかということが言われております。3000年から3500年前に作られたんですね。しかし重要なことはですね、目を開き、そして私たちがですね、そ,のそれが間違っていたということをですね、認める勇気を持つことだと思います。あるいは私たちはこのままずっとですね、 井戸の中のカエ,カエルとして小さな島に住むつもりなのでしょうかたまたま私がアフリカを調べていたときのことですね、ここなんですけども、えー、トゥーケイというのかトゥーケイというのかわかりませんけども、チャド,に、ね、チャドのこの,山,の山というかまあ砂漠の真ん中にですね、えー、奇妙な、まあ、ラインピクチャーズを、ラインピクチャーというかウォールピクチャーズを見つけました。壁ですね。 まあこんなところなんですね。以前はあの、なんて言いますか、この地域だけは砂漠の中でも肥沃な土地だったと言われております。すまあ、そこの,この洞窟の中にですね、こうした絵が見つかったわけであります。で、まあ、まあ、この絵は割とよく知られている絵ですね。えー、その中の一枚にですね、えー、まあ、 奇妙な絵を見つけたわけでありますけれども、まあ、この左上の人も奇妙っても奇妙ですね。この人なんですね。でこの人なんですけどもこれをこの人を見たときにですね私はあのまあ、この足の太さにもちろん驚きましたですけれども。 足が太いですね。で、腰が異,常あの異様に細くて足が太いと。で、これはあのタシリ・ナジェールの,あの有名な泳ぐ人と呼ばれております。空をこう泳いでいるように見えるわけですね。こ,でこの人も足が太いんですね。あの異様に太いんです。 で、腰がふ細いって。で、同じ人がですね、函館にいるんですね。函館の、これはあの左の方は函館で見つかった道具ですけども、やはりこう足が異様に太いですね。で、腰が細いと。で、この右の方は八戸で見つかった、ごく最近見つかった道具なんですけども、非常によく似ているというか、あの網目網、網目というかね、網目模様があるんですけど、同じなんですね。で、基本的にはあの形、顔は同じなんですね。 まあその比較は続くビデオの中で詳しく紹介いたしますが、あの同じなんです。そしてこの土偶ですね、これ今までに私たちは土偶といってよく知られている土偶なんですけれども、基本的なの衣服のパターンは同じなんですね。ということは古代人たちはですね、あの自由なデザインで作ったというよりも何かをまあ残そうとした、強力なインパクトがあったということがこれで推察できるわけです。 右の絵はですね、あたかもの近くといっても8 0 0キロぐらい離れてますけど、そこの地上絵で,の地上絵です。まあ、こういうふうに足がこうガニ股で開いている、まあ、明らかにこうパワースーツといいますかね、あの地球を歩くための,何て言いますかあの歩行。 補助装置を持っているということなんですね。そして同じように足が太いということなんです。で、これは本当に泳ぐ人なんでしょうか皆さん。そう思いますそうじゃなくて、私は空を飛んでいる人のように見えますね。でも、まあ、この2人を比べてみますと、同じように足が太いわけですね。で、これは本当に人間なんでしょうかという意味なんです。指があの先ほどちょっと紹介し、あの忘れましたけど、6本あることもちょっと覚えておいてくださいね。後であので参考になります。で、これは本当に泳ぐ人なんでしょうか これは本当にただの落書きなんでしょうかこれは本当に宗教的な目的のためもあるいはその医療のねマジないのためのもの人形だったのでしょうかもう一度皆さん私たちの常識を疑いと同時に間違いを改める勇気を持つべきだと思います。ででないいと私たちはいつまでも Thank you very much for watching and see you next time. Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamama City, Japan. Today, I would like to talk about another alien in space suit. Uh, I found this uh, photograph uh, in a book, but the clay flagger was found in Hakodate, Hokkaido, Japan. So, I'd like to talk about another alien in space food here on this occasion. Thank you very much for watching. In Japanese, 皆さんこんにちは。もう一体箱館に、まあ、この前、八戸で見た道具とそっくりなのを見つけました。それを今日報告し、それを比較し、共にエイリアン、宇宙服を着たエイリアになることを証明いたします。Japan Island ですね。そして、下が八戸で見つけました。 上が函館です距離は1 5 4キロですけども日本で1 5 4キロというとかなりあ,のあのなんて言いますか遠方感を感じますねまあが外国的に見れば1 5 4キロなんても何でもないというふうに見るんですけどそれは車社会の影響ですよこれが函館、えー、古代文明ですけど、正式の名前はですね函館市,市縄文文化交流センターというだそうですでこの写真がたくさんあるんですけどもはっきりずっ まあこれがもう一つの一体の今度は立像ですねエイリアン立像でスタンディングエイリアンですねそしてこの像がですね先日ああの問題にします函館えなかったごめんなさい八戸の、えー、エイリアンスペ宇宙服を着たエイリアンとそっくりなんですねでそれで、まあ、比較してみることにしました今日の物語はその物語です、えー いろいろ言われておりますけども、すべて私のオリジナルのアイディアです。流行登用東洋店員はお断りします。これがあのスペースフーツを着た函館の,のエイリアンです。土偶ということになっているわけですね。まあ、順番に、まあ、今見ていただいておりますけども、まあ、驚きましたね。この布のあ、布というか繊維製のあ衣服の網目の模様まで同じというところがですね、もうこれは普通ではありませんね。 あの彼らがあの想像力を働かせて作った道具とはもう意味が違うわけです。でこれをまあ両者比較してみますとまず顔の部分から比較してみましょう目あ頭のようにもア,ンテナアンテナらしきものがあるというのはこれみんな共通してるんですけどここにラインがあるんですね。 でこれはアンテナに伸びる線じゃないかと思うんです。で、耳の上にこういったあのシェードみたいなのがついてる鼻、呼吸器ですね。で、目の周りはこれ、あの後で伸びますけども、ゴーグルのようであると。これは生命維持装置じゃないかと思うんです。この,あの衣服を着けたんで手んじゃ食事が取れませんから、ここからその食,あの食物を入れたり、あるいはそういった方法で使ったんじゃないでしょうか。首は取り外しができるようになっているんですね。これは現在の宇宙服とないです、ね。で、ここにパワースーツらしき、いわゆるパワーアシスティッド装置がついてるわけですね。でこれ いいですか、考古学者の皆さん。これはあの生命持装置につなぐ、まあ、あノズルですね。そして、体が非常にこうスレンダーであることに注意してください。もう一枚、ね、写真と重ねてみ,てみると分かりますねで。右の方が蜂の兵ですけど、やっぱりスレンダーでしょと同時に肩幅が、ね、非常に、いってますか、異常に広いんですね、これ、2倍以上あるんですね。で、これはあのあのー、シュメールの宇宙人とて言いますか、爬虫類型宇宙人と言われてますけどもあの、やっぱり肩幅が広いんですよね。 で首の周り、それから形、基本的な形は同じなんですね。で、端の部の方は、よりというか、歯応えとも腕が丸いああ円形の靴ですねあの。靴など日本人には日本人は履いてませんでしたからね、あの姫子の時代にたら靴なんてものはなかったんですから、それからこれは3500年前ですからね。それでまあ 彼らはですね、見たものを作ったわけですね、その当時のこの日本弾道に住んでいた人たちはですね、見たものを作ったんです。そして、後世に何かを残そうとしたんですね、その強力なインパクトがあったからこそ、こういうものを作ったわけですね。そして、同じもの、類似系と言いますから、最大公約的に同じものを作ったということはですね、あのやっぱりあの彼らが見たから作ったわけですね。あの芸術家があの想像力を働かせて作ったというのとわけが違うわけです。 ということで、まあ、今日は函館の,あの宇宙人を見ましたもう一つ興味あるものをお見せしましょう。これもあの函館で見つかったんだそうですけども、これはまあこういった飾り物ということになっているんです,けどですけどね、これよく見てくださいね、これ。私、これ見て、まず気がついたのは、これ逆さまじゃないかと思うんです。でまあ、逆さまにしてみますと、謎の解きましたですね、下から噴煙を剥げて飛び出している、まさに宇宙船なんですね、これ。 あのわかりますかこれあの。炎の表現の仕方があが南アメリカのですねあの、マヤ人、インカ人の表現方法と酷似してますね。そしてこれはまさに私たちが現在 UFO と呼んでいる宇宙船ではないかと思うんです。Thank you very much for watching and see you again next time。それから次の号はですね、あの全部日本語版にしておきましたので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。 Hello, this is Hiroshima City Japan.An alien in space suit.In Japanese, 皆さん、こんにちは。こんな土偶が八戸市で見つかりました。誰が見ても、どこから見ても、これは間違いなく宇宙服を着たエイリアンです。大パーツのレベルをはるかに超えております。 そのことはこれからおいおい説明することにいたしますがこれがまあ皆さん土偶ですけども他の土偶とはもう今まで見られてきた土偶とは一線を画しますこれがなんと青森県内で3番目に国宝に指定されているんですねつまりお墨付き偽物ではないということですしかし皆さんこれが 土偶だと思います3,500年前の日本人がこんな衣服を着ていたというよりも想像、まあ、するにしてもですね想像もつかないような、まあ、いわゆるバイオスーツを着ているわけですね。で同じような土偶がもう一体あります。類似点がたくさんあります。まあ、よく見ると例えば素材の違いなども細かく表現してあります。 頭のなんて言いますか、ね、アンテナ部分でしょうか、これは生命自装置でしょうか、目のゴーグルですね、それから、まあ、この素材の違いですね、ここなんかこう金属製の素材、膝には膝当て、そしてここはあの、まあ、いわゆる新素材の繊維っぽい炭素、ね、繊維的なもの、そして丸い靴、これを見てですね、日本の考古学者はこれは若い女の子だと説明しています。ここに これがあるからです。感心しますね。そして公式の報告書は次のように説明しています。安産祈願に関わる考え方の一つに、赤ちゃんを産む時の姿勢、これ、赤ちゃんを産む時の姿勢だそうです。そしてまあ彼女はですね。天を仰ぎ一心不乱に力の限り深く祈る様子が伝わる土偶の修作ですと。 安産、まあ、祈願を願ってですね手に向かって一心不乱に、まあ、祈ってる土偶の修作だそうです。あなたはこの意見に賛成しますか